はい、皆さんこんにちは。こんにちは。宮崎市議会、補欠選挙、が、今度1月の19日告示です。市長選挙と同じ日程で行われるんですが、今回ね、その市議会議員補欠選挙に、立候補されます井上貴明さんの、インタビューをね、したいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはね、井上さんに5分程度で、自己紹介、ご自分の、簡単な経歴と、あと、井上さんが今回出馬するに至った理由というのを、お話をお願いします。私は井上貴明と申します。年齢は37歳、妻と男の子、今年5歳になる男の子が1人います。簡単に経歴なんですけども、青木北小学校卒業後、青木中学校、宮崎日本大学高等学校を卒業いたしまして、東京国際大学で人間社会学部福祉心理学科というところで心理学を専攻にやってまいりました。大学卒業後は県外の会社にてシステムエンジニア、IT 関係の仕事を約6年以上して、家庭の都合といいますか、いろいろ宮崎の方に帰ってきていろいろなことをしたいと思いまして、約10年前になりますが帰郷したところでございます。その中で今まで、宮崎市の中におきまして、宮崎市の青木地域事務所というところにまちづくりをする地域コーディネーターという職がございました。その仕事を経て、衆議院議員の、方の施設秘書と、公設秘書を、対応させていただきました。約3年前になりますが、統一地方選挙に出馬いたしまして、私の力不足で797票という形ではございますが、前回出馬したところでございます。自己紹介はこんな感じですが、はい、はい、こっち向かいましょうか。ふとこっちの堅苦しいんですが、こっち向かいながらやりましょうか。はい、でですね、今回その、井上さんがその補欠選挙に出ようと決心したことがフェイスブックでちょっと載ってたんで、はい、ちょっと言葉でとお話をお願いしたいんですが、はいはい、前回3年前に出馬した時は、やはり自分の中でこういうことがしたい、あれがしたいという思いがあって、出馬したんですが、それから3年経って、今回ですね、妻が、病気をしまして、いわゆる保育行政等々のところでちょっとこれはおかしいんじゃないのかなっていうところがありました。で、私の友達も同じように奥さんの方が病気になって、保育行政のところで、いろいろと、宮崎市との話し合いでちょっと難しいところがあったということがありまして、同じような経験をしていたわけです。で、それは私と友達だけかと思ってましたら、意外といろんなところでそういったところで悩まれている方がいると思います。これは今の現状に即した市政の状況が正しく運営されているのか、そういったところを私は疑問を感じまして、改めて今の若い世代の人たちがこの宮崎市の行政に対して、また宮崎市を活性化させるために自分たちの意見がうまく反映されているのか、そういったところが十分に反映されていないんではないかと思い、若者代表ではありませんが、若い人たちの声を積極的に市政に反映させること、それが宮崎市の活性化につながるのではないかと思い出馬をしたところでございます。あ、なるほど。今おいくつなんでしょうか。今37歳です。今回補欠選挙には今の予定では5人ほど予定されてますけど、はい、30代の方って他にはいらっしゃいます。今のところ私だけです。ですね。ということも、はい、若者代表ということで、はい、出馬決意したということなんですが、はい、引き続きまして、その井上さんの政治理念と公約についてのお話をお聞きしたいんですけれど、はい、井上さん3つの政治理念を持っていらっしゃいますので、はい、その政治理念と具体的な何をしたいかという公約を、はい、順を追ってお話をお願いできますか。はい、私 の, 理念がありまして、これは宮崎市の現在の不満や不安を払拭し、みんなが笑って幸せに過ごせる社会づくりというのが1点挙げております。もう1点が、次世代を担っていく子どもたちがふるさとを誇りに思い、心豊かな人材が育つ環境づくり、3番目が、市民目線と感情を考慮した
市民政治の実現、この3つを私自身の政治理念として挙げています。なかなかこれに関しましては分かりづらいところというか具体性があまり見えてないとは思うんですが、実はあの宮崎市で生活をしてますといろいろな不満や不満があると思います。特に我々30代後半になってくると親の介護のことであったり、子どもの養育、それから自分たちの将来のことを含めていろいろとこれから先どうなるんだろうという不安がたくさん渦巻いてるんじゃないのかなと思います。若者は現に、職を求めて県外に流出している事情帯でもありますし、そういったところを鑑みて、私はあの淡木ヶ原簡易郵便局という実家の方で家業手伝いを今しているんですが、その中でやはりお客さんの中でももう子どもたちが県外に出て行ってしまって、そこで家庭を作ってなかなか帰ってくるにも帰ってこれないっていうようなお話を最近よく以前よりも耳にする機会が増えてきました。これっていうのは自分たちもそうですけども、今宮崎に住んでいる我々の年代もどんどん年を取っていくわけですし、そうなってきた時にやはり子どもたちがすぐ近くにいてくれるっていうだけでもやはりあの心配がなくなるような環境になるんじゃないのかなと。その時に3世代が笑って一緒に過ごせるようなあの社会づくりといいますか、そういうシステムができればいいなと思っているところに1番目の理念があります。で、子どもたち、私は宮崎に帰ってくるっていう決心をした時にやはり宮崎で生まれ育って今まで培った経験をいかに宮崎で生かせるかと考えた時に、そういう子どもたちがいればやはりあの帰ってきやすくなるんではないかなというところで、そういう人材を育成していく必要があるのかなと思い、この公約といいますか理念を挙げています。で、3番目は先ほど言いました若者だけでなく、やはりあの高齢者の方、またあの商業をされている方、商売をされている方、いろいろな方が宮崎の中にはいると思うんですが、この宮崎市を活性化するということは皆さんの心の中に答えが実はあるんではないかなと私は思っています。その答えといいますか、その声をいかに私が吸収して宮崎市の方に反映させる、これこそあの市民政治ですね、代表となって話ができるような環境づくりを実現していきたいと思うところがありまして、この政治理念を挙げています。はい、はい、あの実際の井上さんがお住まいの青木地区の現状はどうでしょうか。はい、私が住んでいる青木地区といいますとイオンショッピングモールセンターができているところになるんですが、あの建設するのが大体5年6年経っているとは思うんですが、その時に中心市街地の方々とのいろいろな問題があった上で建設をした場所だと思います。では実際、この5、6年どういう状況になったかというと、やはり宮崎市に住んでいる皆さんもイオンの方に、休日はよく足を運ばれて、長時間にわたって滞在しているというのが実際の事実といいますか現状ではないかと思います。そういった土地柄ですし、今後、まあ、あのいろいろな意味で発展の仕様がある土地ではあるんではないかなと私自身は考えています。はい、分かりました。その2つ目の、政治理念の中で人材の財というのが財産の財ということなんですが、はいはい、実際にその具体的に、心豊かな人材を作りたい、どういうふうに作りたい、どこで作りたい、どんな人を作りたいのかというのがございますか。はい、心豊かな人材といいますと宮崎というイメージを持ったときに自然が豊かとかそういうイメージが湧くと思うんですが、そういった中で育った子どもたちがいざあの社会に出ていったときに、やはりそういう自然の中で育ったっていうところが、たくましいといいますか、そういった力を身につけられる場所ではないかなと思っています。で、こういう自然豊かな場所をさらに子どもを含め親も楽しめるようなところにしていく必要性があると思います。で、人材の財と書いたのは財産の財と書いてある人はやはり人がやはりこの社会を作っていく、その中でいろんな人たちがいろいろな経験をもとにいろいろな生活をしながら、この宮崎市を成り立たせていってるわけですから、やはり財産である、人は財産なりという言葉もあると思うんですが、そういった捉え方で人材と書かせていただきました。はい、まあ、その、人材、の中でですね、
今のどこでもその大きな問題があるかと思うんですが、自治会の加入問題ですね、はい、自治会に加入する加入しないということで、そこに住んでる地域の皆さんの福祉とか生活がおろそかになっちゃうとダメと思うんですよね。その後に自治会に入らないといけない、入らなくてもみんなが協力し合って仲良くやっていけるっていうのはあるんですけれど、逆に言うと自治会を、ね、支えていこうとする新しい人材を育成していけなければ、ほとんども自治会は高齢化されてまして、いろんな問題が出てきてるんですよね、はい、で今後の自治会というのはどうあればいいのかと、もとも自治会に入らダメだよという枠組みじゃなくて、自治会というのはあるんですけれど、誰もが自由に参加できるもっと開かれた自治会にしていく必要もあると思うんですが、そのあたりどうお考えでしょうか。はい、私の経歴の中で先ほどちょっと言い忘れたんですが、舞浜自治会というところで会計を6年間してまいりました。その中で、自治会の中に入って、会計という職ではありますが、全体を見回したときに、やはり若い世代の人たちは入りたがらない、それはなぜかというと、例えばこれは舞浜の例だと思うんですけども、子ども会費を払ってなおかつ自治会費に入らなきゃいけないっていう金額の負担を考えた時に、やはり子どもを持ってらっしゃる世代の方はなかなか入りたがらない、これは現状としてあります。で、じゃあこれからの自治会どうなるかで、やはり自治会長も含めなかなか高齢の方と言ってはいけませんが、職を、辞された方、退職された方とかやはり多くついていらっしゃるとは思います。で、じゃあ若い人たちがその自治会の活動をやっていかなきゃいけないっていう時に、じゃあ何が大切なのか、そう考えた時に、私はこの自治会の会計をやっている時に祭りを復活させましょうという提案をしました。祭り、はいはい。で、以前私が子供小学生の頃とかよく自治会とかで夏祭りとか盆踊りをやったりしてた経験があったんですが、これがどんどん時間といいますか年月が経つにつれてなくなっていって、祭りすらしていなかったという状況だったので、うん、桜を見ながらみんなが楽しめる、祭りを開こうという提案を自治会の中でさせていただきました。当然その会費を皆さんからいただいているわけですから、皆さんが自由に参加できる場を作るということで、桜を見ながら祭りをして、いろんな人たちとなかなか会わない人たち同士がコミュニケーションを図れる場ということで、祭りを企画したんですが、その中で子ども会、いわゆる自治会に入っていない、世帯の人たちですね、で子ども会費は払ってますよという人たちがいました。でこの人たちに関しましては自由に参加してくださいと、うん、そこも、自治会に入ってる入ってない分け隔てなく入ってもらうようにしてます。それは代わり、子ども会から協賛金という形でお金をいただいて祭りを運営する、うん、そういうことで、自治会でこういう人たちがいてこういう活動してるから入ってみないかっていうところを、いわゆる食べ物で釣るわけじゃないですけれど、うん、いわゆるその祭りの中でそういった話をさせていただく機会を設けるようにしました、はい、なるほど。それ面白い取り組みじゃないかなと思うんですが、その、自治会に参加するっていうハードルが高いんですかね。加入しない、やっぱり忙しいから、うん、そこで忙しいからっていうのと、参加したいんだけどどうすればいいのかっていうのを分からないという部分もあるのかなとかするんですが、それと共通しているのが3番目の政治理念であると思うんですけれど、市民政治の実現という中で、結構年配の方は、いろんな反対運動、市民運動を展開する中で、若い世代が政治に関してどう思ってるんだろう、何考えてるんだろうかという部分があるんですね。それと自治会の加入となんかダブって見てくるんですよ。身近な政治であるっていうのは住民自治である自治会に参加することが始まっていくと思うんですよね。その中で井上さんの、第3の理念の市民目線と感情を意識した市民政治の実現のためには、はい、今後のキーワードは若い人がどう参加するのかっていうところになると思うんですよね、はい、その点どうお考えでしょうか。はい、正直に言うと私自身自治会に関しましては、若い世代が入るっていうところはそれは個人の問題だと思ってます。で、確かに自治会は行政にとって身近なところであるのかもしれませんが、やはりこの宮崎市に住んでいるという人たちの思いが伝わるということが必要だと思います、うん、例えば
市役所の窓口に行って、まあ、職員がマニュアル通りの対応しかしなくて不機嫌な思いをされた方とかいらっしゃると思うんですね。 でもそれって自治会に入ってる入ってないっていうのは全く問題がないわけで、そこの関してはじゃあこの行政を運営していくという上で職員もしくはあの市議今の市議会の議員の方々だけでやってしまっていいのかというとそうではないと思います。でいざの地域コミュニティ税を導入するにあたってたくさんの市民の皆さんの意見が、まあ、年間500円ではありますが増税だということで反対運動をされたのが記憶にちょっと新しいところもあるんですが、これを鑑みたときにじゃ あの自治会からの意見は一つの団体の意見という形で捉えるべきであって、じゃあこの宮崎市を良くしていきたいという上で本当にそのコミュニティ税が必要だったか必要ではなかったかのいわゆる市民の目線に落とした形での議論というのは果たしてなされていたかというと、うん、まあ、そこの検証は実際全然誰も今しませんが、うん、必要だったのではないかなと私は思っています。ではじゃあ自治会に入る若者が入るということは確かにその自治会自体は若返りをして活性化はすると思うんですが、そこで若い人たちの意見を取り入れてくれる世代が果たしているか、これが一つテーマになるんではないかと思います。例えば若い人たちはこういう祭りとかしましょうよって言ってもいや上の人たちはもうそこまではやらなくていいっていうようなことがあったら結局その意見は潰されてしまうわけですから、じゃあそれをどのようにやっていくか、またそれが果たして自治会というツールを使ってやるべきことなのかどうかというのはこれはちょっとやはり私自身の答えとしては持ち合わせてないというかまたちょっとわからないところがあるんですが、まあ、そういう意味での若者が、今の 若い人たちがどのようにこの宮崎市を良くしていきたいというか宮崎市に関わりを持ちたいかっていうところを引き出すことがまず大切、それが選挙であるんじゃないのかなと私は思います、うん。まあ、その選挙なんですけれど、つい最近まで補欠選挙があるというのを知らなかったという若い人も結構いらっしゃるんですよね、はいはい。だから選挙に行こう投票所に行こう足を運ぶためには、まあ、僕らメディアを通してですね、選挙ありますよという広報とか、はい、またマスコミによる宣伝とかも必要なんですが、市長選挙ばっかりメインになって、はい、なかなかその市議会議員の補欠選挙はまたありますよということを、まあ、お伝えすることがないというのはこそとマスコミの問題があるのかなという気もしてるんですけどね、うん。でその市民目線と感情を意識したというようなことを書いているんですけど、はい、その感情という部分ではどう政治に組み込んでいこうとかお考えなんですか。はい、感情というと、まあ、当然いろいろな感情があると思います、はいはい、怒りの感情、はいはい、やはり喜びの感情、はい、さまざまな感情がある中で、当然その中での個人の感情とは別にこれは行政を改善するための感情ってあると私は思う、あると思うんですね、はい、その感情でやはり変える、その感情というのは例えば、今の現状に即した条例等やマニュアル対応なのかっていうところで、やはりこちらとしては真剣な相談をしているにもかかわらずマニュアル通りの対応をされていたのではやはり腹が立つというか、うん、今度は怒りの感情が出てくるわけですから、うんうんうん、じゃあその中でその人が何を言いたくて何をこう問い合わせ来てるのかっていうところをきちんと受け止めた上でそれに対する答えを出してあげるっていうことがこれからの職員にとって必要になってくるではないのかなと私はこれは思っているところがあります、うんうんうん、そういう意味での感情をやはり行政の職員を意識変革をさせる、いかにこの、まあ、栃木市長の場合は、株式会社宮崎市役所と言っているわけですから、やはりお客様ということになるわけですね、市民の方は。その市民の方が最終的にやはり何かの相談をしなきゃいけないから行政に来ているわけであって、その行政にがやはりそのちょっと冷たい対応とか、ちょっととんちんかんなことを言っているということになってくると、最後の砦のところが壊れてたっていうんだとやはり市民の方も路頭に迷うわけじゃないですけど、うん、困ると思うんですね。そういう部分のことを感情と言ってます。そのあたりは昔 その会社勤めの経験から、はい、いわゆる昔の QC 活動クオリティ品質管理の活動が結構ありましたけれど、はいはいはい、そういった部分のことでなるんですかね。はい、そうだと思います。やはり品質管理というよりも聞く力、
門構えの耳ではなく、はいはい、耳を傾聴するの方の話を聞くっていうところだと思いまして、はいはい、それに対してやはりその職員が必ずと言っていいほど寄り添うわけではないですけれども、うん、聞いてあげてそれに対する的確な答えを返してあげるということが必要ではないかと思います。ああなるほど、それ面白いですね、はい、ぜひそれを実現できれば意識も変わってくると思いますね、はいはい、とですね、今後、多分これ姿勢に出てくるんじゃないかなという課題が、まあ、2点ほどあるのかなと思ってピックアップして、お聞きしたいと思うんですが、まだ公営ギャンブルの問題で設置の是非とか、あと、市民団体の皆さんは安全安心な街づくりから、公営ギャンブルはどうなのかということ、また賛成派の方からは経済雇用問題の方でお金が落ちるんだったらある程度はいいんじゃないかなという考え方もあるんですけれど、まあ、宮崎市には、現在2つ、駅前の、ミニボートピアの設置問題とこれと、カジノ問題があるんですが、それひっくるめてお考えをお願いします。はい、分かりました。まず安全安心な街づくりという部分があるのは確かだと思います。で実際その今宮崎駅前のミニボートピアのところの設置問題ですね、それと、私の方の住んでいるところにあるカジノ、これの方がやはり一つは出てきているのは確かなんですが、じゃあ今の私の立場からそのものを言うと、まあ、実際答えはわからないということにしたいと思います。それは何かあって言えないとかいうわけではなくて、じゃあ実際ボートピアを作りました、カジノを誘致しました、当然反対はあった上で、経済が活性化した場合にいろんな人たちが職に就けるようになった、また特産物で農業をやって、宮崎は農業がありますから、その地場の野菜とかを使った、料理の提供ができるようになってきました、で経済もしくはそういう潤うようになってきたっていう時に、それは果たして反対して本当に良かったのか賛成して良かったのかっていうのは結果論でしかないわけですから、それはどうやるかっていうのはきちんと議論した上で誘致するっていうのは必要になってくると思うんですね。でもし、そのイオンの問題ですねとちょっと照らし合ってくるのかなと思うんですが、じゃあ今イオンを作らなかったらどうなってたのかって考えたことが皆さんあるかどうか分かりませんが、僕はイオンがなければ実際宮崎に住んでいる若い人たちはもっと県外に出ているんだと思います。というか、例えば大きな連休を利用して今高速バスとかも安いですし、みんな軽自動車なり自動車を持って遠出をするのが当たり前になってきているんで、よそのところで買い物をしてお金を落としに行くんじゃないのかなと、うん、もし4がなければ、うん、っていうことがちょっと考えられる。じゃあ中心市街地をもっと活発にしてくださいよって言ってもなかなか今の状況ではまとまらない部分があるんじゃないかと思います。うんうん、それと照らし合わせるわけではないですが、じゃあボートピアを反対しました、カジノを反対しました、結果がどうなるかがちょっとわからないし、じゃあ導入しました、結果がどうなりましたっていうのはやはりわからない、後でそれはわかることだと思いますんで、そこは言葉を濁すわけじゃないですが、答えとしてはまだ今の私にはどっちつかずの状況である。ただカジノのこの誘致の部分であるこの市街や近辺の土地の状況に関してはちょっと意見がありまして、カジノではなくて、例えばテーマパークを誘致してくるとか、うん、カジノというのは大人とかまた特定のお金を持っている人たちが遊べる場であって親子が遊べる場ではないと思っております。うん、家族でお金を使って遊ぶっていうところであればいいんですが、それがカジノでじゃなきゃいけないのかっていうのがちょっと私はそこは疑問符を打つところもありますが、カジノではなくてテーマパークとか固定的な遊園地もしくは水族館、いろんなそのテーマパークの一環であるものの導入の方が先であって、そこに付随して大人の時間であるカジノがあってしかるべきではないかなと、ここはちょっと問題がすり替わるかもしれないですが、答えというかことを答えたいと思います。
ただミネボートピアも平成26年今年4月1日頃に着工予定と、はい、もう作る予定になっているんですが、カジノに関してはまだ県民レベルでの議論の余地が十分にあるということですよね、はい、それでちょっとその、市議会議員さんにお願いするんではなく、僕ら市民県民がもっと議論していかなければいけない問題ですよね、はいはい、ですね。だからやはりいろんな皆さんがいろんな意見を持っていると思うんです、うん、その中でじゃあ議員は何をするべきかというと、いろんな人とお話をしてカジノの問題はどう思ってるのかなっていうのを聞いた上で議会で議論をするべきじゃないのかなと私は思います、うん、はい、はい、分かりました。あと、一点なんですが、エネルギー政策ということで、はいはい、今もあと仙台原発から、宮崎市は120キロ離れてますけれど、はい、まあ、片下にあるということで、まあ、市民団体さんが、毎週金曜日反対運動を展開していく。ただし、それに代わるエネルギーがあるのかという議論は、あまりされてないというか、民間レベルでは結構動いておりますし、市の方も、公共施設、小学校なんかの屋上に、はい、まあ、企業に貸し出して、はい、そこに太陽パネルをつけて、はい、取り組みを行っているんですけれど、今後、必ずそのエネルギーどうしていくのかということが問われるかと思うんですが、はい、その点どうお考えでしょうか。はい、エネルギー対策というのは、政策というのはやはり今後必要になってくると思います。例えば今回東京都知事選も、まあ、一緒にあるわ近いところであるわけですが、はい、細川さんの中で脱原発ということで、やるということで出馬されているみたいですが、じゃあこの、仙台原発、これに関してのいわゆる今原子力は止まっていますよね、その止まっている中で実際、エネルギー不足が起きているかというとそうではない、はい、ただいわゆる電力を多く供給することで電気量は安くなるのかなとは思うんですが、今は実際ちょっと高くはなってきてますよね。じゃあこれがじゃあ生活をする上で、どうなのかと、市民生活の部分でもこのエネルギー不足になると企業が今度は潤わない、潤わないというか稼働できなくなってくる、いろいろな問題があると思います。でこの原発問題について私の答えとしては、今は稼働してもいいんではないかなと正直に思ってます。その代わりこの2番目の自然エネルギー政策が重要になってくるんではないかなと。でいろいろな分野が今地熱発電であったり太陽光、いろいろ、あと水力とかもあるわけです、風力もあるわけですから、こういった分野をもっと進展させるっていうところで、あれば細川さんや小泉さんが言うわけではないですが、いわゆる成長戦略になってくると思うんですね。脱原発は確かに新しいエネルギー分野を作っていくっていう上では新しい取り組みになってくるわけですから、当然そこにも雇用の場も生まれ、日本人の持っている知恵や知識を投入して自然エネルギーをどう増やしていくかっていうところでまた新しい分野が開けてくると思います。で当然宮崎に関しましては日照権が多いわけですから、太陽光の、エネルギー、また私自身がとても思っているのは高岡という地区がある、高岡市、はい、高岡町があるんですが、はい、そこを見ていると僕はそこほど自然エネルギーが大量に活用できる場はないんじゃないかと。水力発電所があるんですが、揚水発電とかを防災の面を考慮した揚水発電、高岡っていうのは前回台風14号の時に、激震災害の部分で指定された部分もありまして、じゃあいわゆる上流になってくるわけですね、宮崎市から見ると、うん、そこをうまく揚水発電等等で防災につなげられる何かの、ちょっと私自身専門的ではないのでお答えづらいのか、お答えできなくて申し訳ないんですが、そういう取り組みがあるはずなんですね、探してみれば、うん、そういう事例等を持ってきて、それを例えば高岡で行ってしまってますが、そういった部分を活用できる土地はあると十分に思っています、うんうん、はい、分かりました。そうですね、僕ら市民レベルでも
やってはいるとかあるんですよね。例えばあの市民共同発電所ということで市民が出資をして太陽パネルを購入をしてそれを業者が来てもらって設置してもらってそこであのできた電気をあの売ると、はい、売ったお金を自分のところに持ってきてそこでその経済を潤していこうという取り組みを、まあ、やってる団体はあるので、まあ、これもさっき言ったカジノと同じように、はい、まあ、市民県民レベルで、はい、ちょっとエネルギーをどうしていこうかということも、はい、これ考えていかないといけないですね。そうですね、はい、そういったところもやはりあの皆さんいろんな取り組みをされている方がいらっしゃって、うん、じゃあその内容を聞いてあこれ行政で反映できるやれることであるんだということならばやはりそれは行政に動いてもらってそれを普及させていく取り組みも必要になってくるんではないかなと私は思います。わ、うん、はい、かりました。はい、ちょっとも時間が長くなりましたが最後に一言お願いしたいんですが特にあのさっきも話題出ましたけど若い世代の皆さんに、まあ、投票所に足を運んでもらいたいという思いもあるかと思いますので、はい、一言どうぞお願いいたします。はい、はいはい、あのこの度あの宮崎市議会議員選挙補欠選挙に出馬する井上ですが若い人たちにぜひお願いしたいことがあります。今の宮崎市議会というのはやはり年齢的なところで50代60代70代の方々が多くやっぱりいらっしゃいます。じゃあ30代の世代がどれぐらいいるかというと、まあ、2、3人しかいない状況であります。若い人たちがこれから宮崎市を盛り上げていく中にはよく、いろんな方がこれからはあんたらの世代やが頑張んないよという声を聞くと思いますがその声を反映させるにやはり若い人たちが多く議会の中に入っていって政治をまず変えていく姿勢を変えていくことからいろんなものの取り組みもしくは分野が広がっていくんではないかと思います。当然今まであの私たちの上の世代の方々が今のこの社会生活を作られたということはあの重々承知の上なんですがその上で今の30代40代がこれからさらにもっと宮崎市の発展、活性化をしていくためにその力と、その力になるような議員が一人でも多く増えていけばいいと思っております。私の願いとしては同じようなこの年代が投票に行って、井上貴明を選んでいただくことで一緒になって宮崎市を発展させていきたいと思いますのでどうか一つよろしくお願いいたします。はい、今回はですね1月19日、告示の、宮崎市議会議員補欠選挙に、まあ、立候補予定の、井上貴明さんと、インタビューを行いました。はい、それでは失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。